サバに熱湯をかけて霜降りにします。うわ、ちゃ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 、あっ、酒を 50cc と砂糖を大さじ3、で、みりんも大さじ3、醤油は大さじ1、味噌を大さじ3入れます。この中にサバを、よいしょ。あのね、大きいサバしか売ってなかったのよ。贅沢でしょ。で、生姜、生姜はほんまはあの生姜のかけらのやつを切って入れるのがベストやねんけど、なんせね、一人暮らしってあんな大きい生姜を使わないのよ。なので、できてるやつ、生姜をピピッと入れます。落とし蓋はアルミホイルでしたらいいよと教えていただいたので、こんな感じかな。 OK。 で、あんまり煮込みすぎると味が濃くなるので、うまいこと調整してください。いただきます。今日はお豆腐と わかめです。これさ、サバの味噌にさ、バラバラになっちゃった。いただきます。ちょっと骨あるな、ここ。うん、うまっ。おいしい。最高やわ。熱っ。でさ、サバの味噌煮、私ね、サバの味噌煮が好きな食べ物ランキングトップ5に入ってる。めっちゃ好き。お母さんの作るサバの味噌煮超美味しいねんな。
うまっ。でもね、髪伸びた。髪の毛すごい伸びた。サバの味噌に考えた人って天才やでな。だからもしタイムマシンがあるんやったら、サバの味噌煮を開発した人にあの握手を求める。私は作ってくれてありがとうって言って。サバの味噌煮ってどこ発祥なんでしょうね。ああ、調べようか。ちょっと気になるわ。ヤフー知恵袋であったわ。サバの味噌煮の発祥の県はどこですか。一般的には千葉県と言われています。へえ。サバの味噌煮ってサバ味噌って略すんや。へえ。サバの味噌煮でよくない。とりあえずのことをとりまって言うみたいな感じなんかな。ちょっとご飯少なかったな。これ一個だけ悩みがあってさ、ご飯粒が全然取れないのよ。全然撮れないからさ、今さ動画撮ってるからさ、こうやって綺麗にさ、こうチュン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 ってさして撮ってるけど、もう動画回ってなかったら完全に怖いからな、ブワーッつってもったいないもったいないつって。
でもやっぱりこうね、全世界にね、見られるわけやから、こうやってやるで。意味でござんした。